はい、こんにちは、勝又博物館です。ということで、今日ご紹介する展示物はこちら、ウルトラカプセル04ガシャポンでございます。全14種類こんなにあります。すごいですね。じゃん。1ゾフィー、2ウルトラマン、3セブン、4ジャック、5エース、6タロウ、7レオ、そして8番ガシャポンオリジナルのアストラ、そしてキング、エンペラ星人、メカゴモラスカプセル、これもオリジナル、ダークルギエル、ザイゴーグカプセル、ペガカプセルということで、レアがペガということで、こちらは前回東京に行った際にね、生放送で新宿にいるからこれがあったからガシャポンするよということで生放送して、見事に2、4、6、8、10、12、14回、いつもは30回ぐらいやってるんですけども、14回でガシャポンオリジナル全部出すことができました。アストラが一番欲しかったんですけどね、アストラも見事に手に入れることができましたし、なんといってもレアのこちらペガをゲットできることができました。ゲットすることできました。そしてメカゴモラといい、ザイゴーグというね、もうここら辺完璧に出ましたね。最高でございます。いいね。で、あとはキングとかもね、2本出たのでめちゃくちゃ嬉しかったです。キングはあのキングソードにしか入ってないので、今のところこれ単体でこうやってねガシャポンで手に入るっていうのはすごく嬉しいです。あとウルトラマンも2個出ましたし、これも非常に嬉しかったですね。で、あとは、はい、タロウ、レオ、ジャック、そしてエースと、結構バランスよく出てますね、意外と。ということで、今回はペガの音声早速聞きたいので差し込んでいきましょう。カシン。さあ、どういったね音声になるんでしょうかね。ペガのボイスが鳴るのかな。いきます。おー、予想外でしたわ。ペガッサ星人って、ほんとそのまんまペガじゃなくてペガッサ星人つって悪い方のボイスが鳴るんですね、これ。だけなんですね。へえ。じゃあメカゴモラとね、こちらのザイゴーグカプセル、これをぶち込んでいきましょう。おお、二人とも足音だ。おお、同じ音でしたね。ほう、そんな感じなんですね。では、ちょっと何とね、フュージョンライズするかちょっとわかんないので、フュージョンライズできるこちらアストラとちょうどいるレオ、これがどうやらフュージョンライズできるみたいなのでやっていきましょう。フュージョンライズ、いいね、このやっぱ気合の入った感じ。やべ、なんて言ったかわかんねえ。フュージョンファイトのね、ホームページ行くとなんか書いてあるんですよね。じゃあこれフュージョンファイトでも使えると。バーニングオーバーキック。おお、短い。びっくりした。はい、ということで、こちらがフュージョンライズの携帯です。ちなみに余談なんですけども、こちらの限定カプセル2つとも、これフュージョンファイトで使ってみたんですが、特に何もならずでしたね。
全くこう、なんか限定の必殺技が発動されるかとかもなければ、本当に何もならず、フュージョンファイトでも使えるぞって書いてあったんですけども、本当に他のカプセルと全く一緒でしたね、なんか。だからそういった観点から言うと、このカプセルは非常に優秀でございます。もう、これ単体で必殺技発動できるし、普通に個体値もすごく強いみたいなんですよね。あとのね、こういったね、限定というかレアのね、ここら辺のやつっていうのは、そんなにね、なんか強さを発揮するものではなさそうな感じがするので、まあ、やっぱ、使うならこうやってフュージョンライズする2個の組み合わせとかの方が、フュージョンファイトで遊ぶときにはいいかもしれませんね。はい、ということで今日ご紹介したのはこちら、ウルトラマンジードガシャポンウルトラカプセル04でした。それでは、また明日。